世界3位の航空会社、デルタ航空。保有機材は700機を超え、日本にも定期便を何本も飛ばしている。日本に住んでいる人ならば、名前くらいは聞いたことあると思われる、そんな会社だ。皆さんはデルタ航空に対してどのようなイメージをお持ちだろうか。実際のところ、どんな会社なのか、どんな経営体質なのか、相当な航空マニアでない限り、見当つけにくいだろう。中には、悪質、サービス悪い、など良くないイメージを昔の方ならば、思われているかもしれない。今日はそんなデルタ航空の、愛の物語を解説していこうと思う。1982年春、航空業界は経済の弱さ、燃料価格の上昇、規制緩和に悩まされました。アメリカの航空自由化の波はアメリカのフラッグキャリアをも窮地に陥れた有名な出来事です。かつての名門パンナムなどの高コスト体質な老舗は LCC の台頭によって倒産に追い込まれた。自由化によって航空事業参入が容易になったことで、アメリカでは1年で何百社もの新規航空会社が誕生し、アメリカの大手航空会社を赤字に陥れたのだ。有名な大手のライバルとしては、サウスウエスト航空が例として挙げられるだろう。彼らは聴覚安運賃を武器に、高需要路線に次々と飛行機を飛ばしていったため、出張サラリーマンや観光客は費用を少しでも抑えようと、LCC を使う人が増えてきました。サウスウエストのみならず、当時全コメ最安値だったバユージェットなど、人々にとってはお金がかかるのに、所要時間は LCC と変わらない大手を使う理由はありませんでした。デルタ航空も例外ではなく、というかデルタ航空が最も LCC の被害を受けており、デルタのドル箱路線と LCC の新規参入路線が全く被っており、巨額損失となった。当時は燃料の高騰も同時に発生しており、利益なしのデルタは燃料代も払えず、あと一歩でチャプター11、破産裁判所のお世話になるところでした。はぁ、俺もあと少しでこの会社と、お別れか、新入社員の時は張り切っていたなぁ、あの時代が懐かしいな。会社のために何かできないのかしら。解雇される前に、何か残してから去りたいわ。いや、私はもっとこうしたら良いって分かっていながら、何もしなかった。見て見ぬふりをしていたわ。働きかけなかった私にも、業績悪化の責任がある。給料を切ってでも、私たちは働かないといけないのよ。このまま解雇になるとしても、解雇になる前に、社長に、会社に何か恩を返さないといけないわ。ここまで一人前のキャビンアテンダントに、育て上げてくれたのも、幸せに生活していけたのも、すべてこの会社のおかげだわ。その客室乗務員の思いは、どんどん社内に波及。自分から動く、それはみんなのためになる、ついには、全社員を巻き込み、プロジェクト767、が、立ち上がったのだ。767を購入するために、資金として自分たちの給料全額を、つぎ込み、3000万ドルもするボーイング767の、200型機を購入し、会社にプレゼントすることになった。デルタ航空自体はこの事業が密かに、動き出していることについて、全く情報は、なかった。社員は3000万ドルというお金を用意するため、給料カット以外にも、自身の給料以外の小遣いをすべてこのプロジェクトに投資した。3000万ドルも払わなくても、もう少し小型のジェット機などであれば、1000万ドルほどで購入することが可能だ。でも彼らは当時最新の767を購入して今後のデルタの発展を期待して、長距離路線にも飛ばせるように、と、そこまで考えながらこのプロジェクトを進行させていたのだ。1982年12月15日。社長、私たちからプレゼントがあります。整備工場までお越しください。社長は目を疑いました。そこには何千もの社員と、767の姿がありました。この機体の名は、スピリット・オブ・デルタ、つまり、デルタの魂。彼らの会社への愛が詰まった機体でした。すべてリースで賄っていたデルタ航空は、初めて自社の機体を持った瞬間でした。社長、この飛行機は全社員で、お金を出し合って買いました。
正真正銘、私たちの飛行機です。この飛行機があれば、来月も再来月も飛ばせます。まだまだ一緒に仕事を続けさせてください。社長は自分がどれだけ社員の、会社に対する愛を汲み取ってやれなかったのか。なぜ経営再建を、諦めていたのか。その社員の言葉で、自分の今までの行動を、ひどく恥じた。デルタ航空は経営危機になってから解雇者を、誰一人出さずに済んだのだ。飛行機の胴体には真っ赤なリボンが、巻かれ、機体はピカピカに、また笑っているようにも見えた。それから24年間、アメリカを事故なく、安全に飛び続けていたが、どんな機体にもいずれやってくる、この、時がやってきたのだ。2006年5月7日、空港ローパスなどの記念飛行を、終え、最後のフライトを終えた彼は記念式が、行われた、あの整備場へ再び戻ってきたのだ。彼をデルタが簡単に砂漠送りにするわけがなく、デルタ航空博物館にて、保存され、中は過去の CA の制服や、デルタの歴史などが展示され、世界各国から客を集めている。社員の愛の物語は一生消え失せることのない、デルタの歴史として保存されている。この機体がなかったら、もしかしたらデルタは、なくなっていたかもしれない。危うく、会社を大事に思う大切な大切な従業員を、解雇してしまうところだったかもしれない。それを阻止できたのは、まさに、デルタの魂、があったからではないだろうか。その後、デルタ航空にもある変化が、現れた。それは、自社保有機を大切に最後まで、使い続けるということだ。整備スキルを徹底的に、叩き上げ、安全性を確保し、古い飛行機でも飛ばし続けられるようにし、デルタの機材は30年ほど使うのが、普通となった。テクノジャンボの1号機を、27年使い続けたり、DC-9 を35年使ったりと、大切にものを扱うこと、大事にすること、その学びを今も胸に彼らは、世界を飛び続けている。スピリット・オブ・デルタ。アメリカ規制緩和後のデルタ再建を、象徴する最高の機体である。社員のお金によって購入された民間旅客機としては、唯一だ。彼は24年大切に、使われた。社員の愛がある飛行機だからという理由だけではなく、デルタのものを大切に扱う、という姿勢があったから長い間使われ続けたのである。今でもデルタは古い機材を飛ばし続けるのが普通だ。ただ、古いものを雑に扱うのではなく、一機一機に思いを込めて、丁寧に整備し、長く安全に飛んでもらいたいという固い意志が、デルタを守り続けているのだ。